こんばんはこんばんは今日はダイちゃんがちょっとあの違ういでたちで、えー、参加してますのでおっちゃんから始めていきたいと思うんですけどもいつもどんな始まり方してるんですかね <laughs> ここが我が家始まりました <laughs> ここが我が家始まりました、えー、そして担当はとかって言ってるんですか なんか大ちゃんは何て言ってましたかね分かんないけどとにかくまあ自己紹介やってますけどね <laughs>、はいえー、そしてじゃあ,あの担当は炎の地球大掃除委員会代表のおっちゃんでございますそしてま,あまだ何もついてないですけど岩井ですはい、えー、炎の AD 炎の AD ですか岩井さんでございますじゃあ今日から炎の AD 岩井です、はいえー、炎 AD <laughs> はいということで、じゃあちょっとあのーえーまあのまチャットの方もね入れてもらってますけれども、こんばんはってな感じで、状況今日の状況説明をちょっとしないといけないですね。はいそうですねはい、で今日はなぜ大ちゃんがこのようないでたちで座っているかといえば、微妙に。 <laughs> こういう、えー、細かなところに気を使ってしまう炎の地球、なんだったっけ、えー、大掃除委員会の代表のおっちゃんなんですけどもね、であのー、大ちゃんは今、今週半ばぐらいから、今週初めぐらいかな、ちょっとあのー、京都の方に行ってまして、もうあのご存知の あれはプロモーションビデオでもありましたけどスカラベさんの、えー、5回公演その助っ人兼ちょっと出演ということでねであの今日もその公演が京都の方でありますので舞台がねでその夜の部が終わってこちらに、えーまあ、飛んで帰ってくるというわけなんですけどもね、うん、ただ10時には間に合わないということで えー、炎の助っ人。炎のエディさん。エディです、はい。<laughs> 岩井さんが。まあ来てくれてるということなんですよね。そうですね。はい。はい、ということで、えー、特別な。このまま一分ぐらい黙ってたら、あの <laughs>。また。結構いろいろ言ってくれてます。<ー>お帰りになってます今日と雨大丈夫。なんか雨降るっていう話は聞いてます、ね。あそうですか。はい、まあ雨降っても、まあそんな大して。ね。 えー、洪水にならなければ帰ってくれると思いますけども、えー、こんばんはおっちゃんありがとうございますエディさんねチャットで結構暖かいって感じんですけどちょっとここ細かいって<あ>さっきっ細,か細かい調整のそうですよねすよ、うん、まだちょっとあの歪んでる感じなんですけどねえとじゃあそういうことで、まあ今日と雨は大丈夫かなはいそういうことでみっちり大ちゃん来るまでの間のフォローも <laughs> 打ち合わせ終わりまして。はい、したかなということでじゃああのちょっとこうリラックスしてですね、はい、えー、行きたいと思いますが、あのー、前回前回じゃなくて、まあ、の過去に助っ人で来ていただいてで今回、あのー、2回目なんですけどね,ね、はいえー、あのあと。 前回の放送と前々回の放送っていう,ような感じでずっとこう今、の男と女の負のスパイラルからの脱却ということで来ているんですけどね、そうですね1、きょうはまああのこちら側ですけども1、あちら側としてえこう今まで流れ的に見てきてなんかちょっとこう感想みたいなものを言ってもらえると感想ですか。感想でですすそうねいつもちゃんと 聞いてるんですよパソコンの前に時間になったら。はい、で、やっぱりこう、文字なのでね、チャットが打てないんですわ。で、うん、その、こういうこと聞きたいなと思っても、結局聞けない、うん、書けない、うん、で、その間に話がこう、うん、違うところに行ってしまうので、うん、まあ結構、 こうもうちょっと突っ込んで聞きたいなとはあるんですけど意外とこの「男と女」っていうテーマっていうのはあの聞きたいいいっていう人はるるんですよ、うん、なるほど多分あのもっと深く突っ込んで聞きたいっていうかうん、うん、あるんですけどやっぱりそのどこまで聞いていいものなのか。 あとねど,どこここんなこと聞いたらちょっとだめかなとかねいろんなことあってやっぱり打てないかけないっていうのもあるし、うん、そういう人も多分い,いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。なるほどね。そうか、まあ、確かにねあの僕もねこうもしこれが自分がね、えー、向こう側になった場合って言ったらこう聞きながら打つっていうのも結構大変かなと思いますしね。うんうん えー、それよりは、音声でパッとなんか質問できたらありがたいなってまあ思ったりしますけどもす、ね、音声チャットみたいなのがいいですね。直電とかはなしですかね直電というのは電報ですか、はい、なんかねあの、ニコニコ生放送とかだと放送中に電話ができるっていうなんか機能があるらしいんですよ。 電話のの先っていうのはどこですかその放送なんですかねなんかニコ生やってる人がそういうなんかその視聴者が増えるとなんかそういう機能が増えてくるみたいなああなるほどねんそんな機能があるらしいじゃあ直伝っていうよりは多分音声チャットに変わるみたいな、ね、そうですねもうなんか今日の相談者みたいな感じでその人にテーマを当ててっていうのもまあ可能になったりするああなるほどね、うん そうか、そしたらまあちょっと面白いアイディアかもしれないですね今後はちょっとスカイプか何かをちょっとつないでおいて、うん、そしてまあアカウントがあればね、うん、連絡できるので、うん、で何かの条件でそしてこう選ばれたあるいは何,何らかの人がスカイプからこう、えー、声でとか、うん、まあその辺はちょっと。 我が家ではどうなるか分かりませんけれどもまあなるほどそれもまあいいアイディアかもしれないですね。じゃあそしたらですねまあそんなことでとりあえずこの1にも2にも3にも4にもこの人類が最もやっぱり関心を持つのではないだろうかというところの男と女の問題、はいはい、言ってみたいかなと思いますけれども。はい その前にはい <laughs> その前にコマーシャル <laughs> <laughs> えという感じでございましたけれども、まああの五月何日アルバムね発売ねまだあのお聞きになったことのない方はじゃなくてまだあのお手にしてない方はぜひえ大ちゃんの新しいアルバムよろしくお願いいたします。音の祖粒子っていうタイトルのアルバムですね。なかなか切りが難しいですね。音の うん、本当はまあ音の素粒子だなんですけどね、うん、はいはいはいまあその辺のところはなんとか素粒子、はい、まあいいはい、えー、ということでじゃあ早速あの続きというより続きかな前回の続きじゃないんですけどね、うん、前回は全くあの違うところに、えー、離陸してしまってそうですね、うん、あそう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 そそうそうそ せっかくなんで、あのー、今日はちょっと最初からチャット、あのー、皆さんのコメントを開いながら、まずここをメインで、いいですね、はい、前もあの言ってたじゃないですか、あのいやみんなチャットでくれるから助かるわーとか言って、あ、あのー、そうなんですよ僕いない時にそうなんでよはい。 逆にこうおっちゃんいてるとなかなか読めないっていうそうですよねかかあちゃんうまいんですよねいつもねじゃあ行きましょうかこちらはいさっきは今日ため大丈夫ってかねその次でね何かただなるけただなただならぬ気配が何なんでしょうね炎の AD 感情炎の a ィ感情直電交通整理大変そうそうだね コットセリーそうですね毎日聞いてるよー。うん、でほらあ毎日そうですね一応そこまでそこまでですね。ねはいまあ実際その文字で表現しにくいところってあるじゃないですか。はいはいはいやっぱりその声とかそういうところもなんか段々とこう発展していくのかなとうんあまあ あるでしょうねそれはね <うん S 1> うんだからそれがなんか直電機能に近いような感じかもしんないですけどえまあ是非あれなのでちょっとチャット入るまであの2人でどうですかしばらく無言ですか黙ってるっていうのはみんなの動向をこう眺めながらえっと意外と書くのこのタイミングでも結構難しいんですよやっぱりそうですよねじゃああの行きましょうかはい 書いいてください今からとかあそれでも多分書けなかったですねそうですかはいなるほどこの辺もちょっと研究する必要あるかもしれないですねそうですねなんかね<う>ん運転してるかのようにうん,なんかあっちも見ながらこっちも考えながらってなるとやっぱり慣れてないとやっぱりこうどこもぎこちないっなっちゃうんでね,あね,あねであのやっぱりこうキーの入力に慣れてる人っていうのとう <ん S 1> あのそうじゃない人っていうのでもわわってでね <うん S 1> あのまあそれでもいいしね あ,のあれは数字の、ね、1とか2とかであのもう訳も分からず <laughs> とか、まあ、あのいろいろあるけれどもね、まあ、でも、えー、それはそれとしてさておいて本題いっちゃいましょうかじゃあ行きましょうか本題そんな日本語なかったですけどね大ちゃんがねとにかくあの前回持って行きたかったところというか、えー、最初に入って行きたかったのは じゃあ結局あの人間というのは何のために生きてるんだとかね、うん、え何のために生まれてきたのかとかなんかそういうことだったみたいなんですよね、うん。でただあの同じ同じあっちを読んでしまったあの, <laughs> せの会話じゃなくてあっちを読んで <laughs> 同じって言ってしまいましたけど <laughs> <laughs> あのおっちゃんからしたらそれの答え的なことを結論だけバッと。 えー、話すことって一体どうなんだろうっていうようなことを、うん、あの言ってたんですけどね、うんえー、で同じタイプに憧れて毎回玉砕する玉砕されるってことですかね、まあ、あの負のスパイラルっていうねまたやられちゃうみたいな感じ、ね、もう始まっていたかって言ったいえやいえや、あのー、1分ぐらい前に始まったばっかりですよね、うんうん、そうですね。はい ななのであなんかねなんか外から誰かが侵入してくる気配気音が聞こえましたよこれあのなんか大ちゃんのようななんか炎の熱さを感じる感じですねこれねもうそろそろ終わりなんですけどねそうですけどね、うん、今日はあのちょっとスペシャルバージョンで <laughs>、えー、9時半から始まってるんですけどもうあと15分ぐらいで 今日終わりで,で、うん、っていうまあそんなことをね言ってたら本当にもうなんか滑りましたねって <laughs> 怒られてしまいました <laughs> えーということですけれどもね誰って,ってこれはねあの大ちゃんに間違いないみたいですねはいじゃああのー、とりあえず本題行かないとそうですねせっかく時間取って聞いてくださってるのでそうですねでわざわざ っくく来ててださってるんでね、はい、大ちゃんがその席に座るまでに結論まで行って、はいうん、今日終わりましょうかそうです、ね。ということでねあまり結論から先行ってもどうかなって思うんですけどちょっとあの絵を出しましょうかね。マウスはこっちのマウスじゃなくてこっちのマウス <laughs>。いろんな絵があるのでねでこれはまあうーんちょっとこういうのもあって。 で、まあ、一番説明になるのはこういう絵とか、それから、えっ、ー、と、こっちの絵もまあ、ちょっと重要で、えー、この辺なんていうのも、えー、ある意味わかりやすいし、また難しいし、うん、えー、あるいは、これは、まあ、基本的なところだね。それから、まあ、こういうのまであって、 うん、すごいねこれ本当に絵がねでこういうのがあってこういうのもあってうーんこういうのもあるとはいえー、なのでうん成人までの何、えー、て書いてあるんですかねこれはねここのっていうことかな愛の人格のうーんじゃあやっぱりね これで使うとしたら、まあ、一番わかりやすいのはすいませんね画像がねいっぱい飛んだりしてねえー、まあやっぱりこの辺かないや難しいなもうこれがやっぱ基本ですかねうんこれが、うん、えっと基本かなうんちょっとだけもうちょっと待ってくださいねこれは違う 違うって言ったらおかしいですけどもでもこれもそうなんじゃないかな、うんうん、どうですかねそうですねまああのー、多少ちょっとあっち行ったりこっち行ったりしながらその必要な時に変えるっていう感じではいはい、はい、っていうことでいいですかねいいと思いますねはい、はい、じゃああの操作していただこうかな おっとちょっとねこれねちょっと今これねおっちゃんは一体何をしてんだ ?B はねでこれではいはいえーまあちょっとこれがしたかったんですけどもえちょっとそういうことでですねあのまあじゃあ結論なんですけどね何のために生きてるのかって言えばですね、うん 本当にそれこそ簡単に言ってしまえば、うん、まあ愛の完成のためにあるということでもあるんですね。うんうん、で、まあ、もうちょっとまた別な言い方をすれば何のために生きてるのかって言ったら、えー、まず愛されそして愛しそして喜びに満たされて生きる、うん、というね、うん、まあ喜ぶため。うん うん満足するため、うん、そしてそれは、えー、どれぐらいかっていったらもうあの無限大にっていうただ本当に簡単に言ってしまえばね、うん、あのこういうことになるんですよね、うん、でそれはもっともっと言えば、うん、さらには人間があのこの肉体ね、うん、肉体が滅んで、えーまあ、あの世っていうのがあるわけなんですよ、うん、でそこに行ってさらに えーまあ、そこが本当の意味で一番ゴールなんですけれどもね、うん、そこに行って、えー、このお時間と空間に束縛された環境ではなくて、うん、もっとあの自由でそして美しくて、うんえー、もうあの永遠な、うん、その世界で、えー、無限の喜びを感じ、うん、そして、えー、愛を共に分かち合う世界で生きていく。うん ということにまああのなっちゃうんですね。これがまあ結論的に言ったらね。うん、はい。はい。多分それでは多分分かんないでしょわかんないと思いますね。ね、はい、これだったら、あのそれこそあ,のある程度ユニタイムズ聞いてる人とか、<laughs> うん、あるいはそれなりのことをちょっとこの知識として得てきた人っていうのは、うん。きっとそうだとかね。 まさ、えー、しくそうだとかあの言ってもらえると思うんですけれど、うんえー、そうじゃない人にとってはねなんでなんだとかねどうしてそこに行けるのが、うん、今みたいな世の中なのにっていうところにやっぱりそれもあるでしょうね、うん、うん、なものをこう考えることなんて想像すらできないっていうそうですねまあそれが現実でしょうねうん、はいうん、だからねやっぱりね あの結論はそうなんですけれどもねそして、えー、なぜそうなのかっていうことに関して、うんえー、確かにあのちゃんとこの説明っていうんでしょうかね、うんえー、理論的にできるわけででそういうふうになってるんですよね。うん、でただねあのー、あただ今その AD さんね炎の AD さんが言ってくれたような感じで今のこの世の中でなんでそんなことがっていうのはまずあのー 僕も理解できると思うんですね。でもう一つのね、あの側面からちょっと見たときにね、え今の話をして、本当はね、どんな人でもね、心の中ではあのそうだっていう風にね、あの分かってるんですよ。あの本当は分かってるんですよ。これはあの理論軸屈とかっていうんじゃなくってね、もう最初からあの分かるように。 そしてそれに向けて、えー、完成するようにいろんなものの,あの素養っていうんでしょうか下地っていうんでしょうか、うん、それが備わってあの生まれてきてるんですよ。うん、でそこに向かっていこうとするのが人間の中にある生命っていうあの力、はい、あるいは本能っていう力なんですよね。はい、えなんで、まあえー <laughs> ちょっっと時間気になってきましたそうそうそう何のために生まれてきたんだとかって考えるのはやっぱりそれその本能から来てるような感じになってるってことですかあっていうよりもね、うん、結局あの生まれてきてるっていうのもね、うん、結局の結局の結局あの愛のためなんですよ、うん、愛につながるんですよね。うんはい、生まれてこないとその例えばまあ自分たちが次にその愛する存在っていうのをね継承していくことが当然できない。うん まあ言えば、えー、愛っていうものの永遠性っていうものが、うん、そこであの途切れちゃうんですよね。うん、まあもちろんそれ以外にもその愛っていうものを中心にしていくと、うん、必ずその子孫っていうかね、うん、まあ自分も生まれてきたように、うん、自分もまた子供っていうね、うんえー、なるわけなんですよ。うんうん、でまあちょっとねチャットの方ここで入ってみるとね えっと何だったっけもう始まっていたかいで誰とかでちょいちょいはちょっと分かんないですね。ええちょいちょい。で天国はちょ分からない。まあ本当そうですよね。ただ一番下がそこかな。もうちょっと下はないですかね。ですねないですね。ありましたね。え何ですか喜びに向かうことをやめられない心が本心として備わっている感じ。 うあのそれとその前にね「あの永遠がわからない」ってうんそうですよねあの確かに、えー「永遠っていうのはわからない」って言われるのもね、あのー、気持ちはわかるっていうかね、うん、ただね、あのー、実は人間の中にね永遠っていうものを願う気持ちっていうのはこれは誰にでももう間違いなく、うん。 その自分では気づかないっていう場合ももちろんあるかもしれないんですけど、はい、間違いなくね、うん、みんな永遠を願うものを持ってるんですよ、うん、本当にこれはあのー、最初から、うん、そしてさらにねその永遠を願うっていうあるいは永遠っていうことを考える思うっていうことがね、えー、ずっとあの回り回って巡り巡ってねあの永遠があるっていうことの証明にも実はね あの理論的になってるんですよ。それを単純に簡単に言ったら存在するものあ存在しないものっていうのは、うんえー、人間の中で考えることができないんですよ。はあ、これは。うん、で人間の中に永遠を願う気持ちがあるっていうのは実はね、あのー、人間は永遠の世界っていうのは実は知ってるんですよね。はあ、フロー考えたりするのののもその一つの 表現なんでですかねねまああそれもるしょうただあれはある意味で言ったら永遠の捉え方がちょっとねいわゆるこの地上での永遠っていうただその法則の中には物質の法則っていうのとその精神の法則っていうのがあって共通する部分もあればその違う部分っていうのもそれぞれまたあるんですねだから体っていうのはもうあくまでもねその物質っていう法則の中にあるので。 えー、いつかはこのまあ年老いいて、うんえー、まあ土に帰るっていうことですね。で永遠はこの世の言葉じゃないから気づきにくいよね。この世の言葉じゃいやおう何で何でないってう <laughs>、えー、このこの世の言葉じゃないからまあ言いたいことはわかりますね。あの永遠っていうのはそういうことじゃない。ただね。 あの永遠っていう意味にはねまたあの別な感じの例えばあん、まあ、あまりここもこれを言うとまた分からなくなる人いるかもしれないですけどあの霊的な体心持ってるのは人間だけなんですよ。でこれを言ったら「うえう、ー、猫や犬や馬や豚にもあるんじゃないの?」って言われそうですけれどもまああえてね、えー、彼らにはないんですけどもね。 そして、ねえーまあ、もちろん植物にもそうですけれども、ねうん、ただあの彼らにおける永遠というのは、ねうん、この地上でどんどん,どん,どんあの種をこの繁殖して、うん、え継続させていくというそういう永遠性というのを、ねうん、あの秘めているんですよ、うん、だからあの種がとあの途絶えるというのは本当はあ,のあっちゃいけないことなんですね、うんえー、で人間の永遠性というのはまた、ね、そういうこの子孫 っていうのつな、まあ、がっていくっていうそういう永遠も持ちながら、えー、自分自身の中の霊っていうんでしょうかね心っていうか魂っていうか、えー、表現がこう一つにはなかなか言いにくいですけど、うん、はあのまだ違う世界での永遠っていうものを持ってる永遠性っていうのを持ってるんですね。うん いや、あのー、今、止まったのはなんで、えー、せっかく AD さん来てくれてるのに、はいえー、ちょっと炎を出してもらわないといけないなと思って永遠とかなってくるとやっぱりそのまだわからないかなっていう問題抱えている時にその永遠とかそのれその、まあ、例の世界とか。 っていうよりもやっぱりどうしても問題がいろいろ出てくるとその、うん、じゃあ今超えるにはど,どう超えていくかっていうのどううしてもこう意識がいっちゃうんですよね、うん、でそれをやっぱりこうその永遠とかっていうまあゴールはあったとしてもそこにつながるこの道筋っていうのが見えてないとなんかただの,あのこの何て言うんですかね 理想像っていうか何かそんな,なんかあのねなんかなんて言うんですかねあれはそういうあれ何て言うんですかねちょっと言葉出てこないですけどなんかいろいろと適当に理想のそんなんありえへんわみたいな。 うん、やっぱいけないそのあったとしてもそこにたどり着く道筋がないとあのイメージがこうどっかで切れちゃうっていう,うん、うん、それがやっぱりないからやっぱりどうしていいかわからないどうなるんだ、うん、みたいなそんなこと言ったって現実こうじゃないかっていうところでつながらないとやっぱりいつまでたってもそこの何て言うんですかこのスパイラルが出れない、うん。 <スペー>気持ちは出たいその言ってるそこには行きたいんだけれどじゃあどうしてどうしてっていうかど,どんなふうに物事を捉えたりしていくと今の現状がそこに持っていけるのかっていうのをまあまあその辺はねあのまあもう一度改めて言うとっていうかですね いわゆる本来の人間のあるべき姿っていうものを理論的にまず提示しないとダメでしょうね。うん、で理論的にっていうことですからなぜそう言えるのかというその根拠っていうものも明確に提示して、うんうん、で人間は本来こうあるべきなんだけれども今このような現状にあるのはなぜなのかっていうその原因についての説明。うんうん ってていうものものの当然その理論的にしていかないといけないいいとけけわですよね、うん、そういうこのものがあって初めてだから今の現状はこうだけれども、うん、本来の行くべき道っていうのは、うん、あるいは方向性っていうのはここなんですよという、うん、そういうまあのプロセスっていうのは必ず必要になると、うんね、いうことですね。うん だから結論だけ言ってね,そうですねこうだああだって言ってもそれは当然まあ難しいと思うわけですね。そうですね、うん、やっぱりその一番気になるのが、はい、まあ簡単に言ったらそのその本来の姿っていうのが目的地、うん、で今の姿っていうのが現在地、うん、あとはその現在地から目的地までをどういうまあ手段でこうたどり着くのか。うんうん、ここを、まあ ここが分からないのはやっぱりそのゴールも分かってないし現状も分かってないしだから余計に分からない多分最後なんですかねここどういうふうにここ進んでいかないといけないかっていうのを理解しようと思うとゴールを先に知って現状を知ってそして初めてそこ,あのこういうふうに進むっていうのが見えてくるってそんな手順になるんですかね。そういうういいこことですすね <うん S 2> あのこれはもうあの病気気にになった人がいかか元気を回復するか っていうことと同じプロセスです、ね、<ー>だから元気な姿っていうものが、えー、本来あるべき人間の姿っていうことになるし、うんえー、今ある現状っていうのは病気であって、うん、で、えー、医者はなぜそういうふうな病気になってるのか、うん、その原因を、うん、突き詰めて、うん、そしてその原因を取り除くことによって、うんえー、本来の健康な姿になる、うん、まあそういうことですよね。 っていうことはもうその今どうしたらいいかだけを知ったところで機能しないっていう、はいうん、そういうことですかね。まあ、あのー、そういうことにもなりますね。はい、じゃあ一旦ちょっとこの辺で、えーとはい、ジングルを挟みたいと思います。 はいえー、大変長い炎のコマーシャルでしたけれども、あの <laughs> すいませんえ、大ちゃんがいつ変わろうかっていう、そういう,こう、まあ、話とかいろいろしてたら、なかなかちょっとね、すみません、どうも、まあ、じゃあ,あの、とりあえずですね、はい、ちょっともう最後の、えー、もう結論、結論というよりもその、もう流れの方にダーっとあの入っていきましょうかね。 あのちょっとコメントもらってるんで、ちょっと AD さん、よろししくお願いいますはいえー、どこまでいきましたかね、さっきは、えーえー。永遠はこの世の言葉じゃない、これさっき読みましたね、死んだ後も死なないと分かっていても、死ぬのが怖いのはなぜ。ああのね、それはね、ある意味、あのー、ちょっと違うかなと思いますね。 例えばあのまあ、おっちゃんの場合って言ったらおかしいですけども、本当の意味で本当の意味でっていうのもおかしいけど、その死ぬのが怖いのね。あの理由とか意味も違ってくると思うんですよ。うん、で、例えばまあおっちゃんの場合だったらね。その死ぬのが嫌な理由っていうのがやっぱりいくつかあるんですよ。うん、例えばその死ぬ時にその痛みを伴うんだったら、ちょっと嫌だなとかね。うん、あるいはその、えー、死ぬ理由によってもあの？ 気持ちいい場合もあるし、うんえー、そうじゃない場合もあるし、うん、それから今はまだ死ねないなっていうのもある、うん、だけどもそういったものっていうのがなくなった場合っていうのは、うん、その死ぬっていうことに対するその怖さっていうのは本当ないんですよ。これあのなんて言うんですかかかか嘘ととと冗談とかあの見栄 そうじゃなくて、えー、だからこの質問を、あのー、されてるのは、まあ、もっと別な回答を、えーまあ、狙ってのものなのかもしれないんですけれども、うん、本来ね、うん、あのそういった形でどん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 いろんなことが分かってきたら死ぬのが怖いっていうのは、うん、あの死んだ後も死なないと分かっていてもってなってるけれども、うん、それはね、あのー、まだね何て言うんですかね 知識として知ってるだけっていうことですね。あの理解してない。納得してないみたいな、ね。まあ納得してない。心がまだその、うん、分かりきってないっていう感じ、ねうん、それはあれと一緒ですよあの。神っていうものを信じるっていうのと、うんえー、神っていうのを認識するっていうのとまたちょっとあ,のある意味違うんですよね。うん、で一般的にはもう信じるっていう世界じゃないですか。うん、これはあの本当の確信はないんだけれども。うん っていう段階でしょそれだとやっぱりあのまだまだね死っていうものに対する恐怖っていうのは当然あると思うんですよね。うん、でただあの本心的にはあの今死んでも駄目だっていうのが、うん、え分かっててのそこから来る、えー、恐怖っていうことだったら、えーまあ、やっぱり人間の心っていうか本心が知ってるので、うん、今はまだダメだっていうね。 そそういうういのははああるでししょうねねれはよくありました、ね、本能的に、ね、夢の中とかでこう殺されるシーンとかだとまだ死にたくない、うん、っていうのがありましたね。うんうん、それから、あのー、人間の体っていうのは基本的に寿命っていうのがあってその寿命じゃない場合っていうことに関してはね死なないように作用するのが人間の体なんですよね。ところが全ていろんなものをもう終えてもういつ行ってもいいよっていうぐらいのものになってくると。うん あの自然にあの死ぬようになってるんですよ。あの体が生きようとしないんですよ。そうなんですか、うん。これがまあいわゆる自然の原理なんですよね。だけども普段はもうあのいろんなことがある中でね、あの自分が意識しなくてもその体は生きようとする方に走るんですよ。うん、で、まあ独身の人、子供のいない夫婦は、えー、魂レベルで。 えー、未熟な部分があるのでしょうかって言ったらそれはあのそうだという一言であの言えるような問題ではないですねである意味で言ったらあの今もしかしたら独身の人子供がいない夫婦はあ,のある意味幸せかもわかんないうん、うん、ある意味っていうかね。 だから、えー、それは単純にねこれはもう魂レベルが未熟だからっていうふうに片づけることは絶対できないですね、うんうん、もちろんまあそういう場合によってっていうことも当然あ,のあるでしょうけどということでで、うんはい、それから何ですからす、ね、男と女出会ってからのトラブルの話しあえぐばかりですが結婚したくてもできない人も苦しんでいるのではないでしょうか。 まあそれはあるでししょうね結婚したくててもできないっていっうのはね、うんはい、ただそれはねあの結婚したくてもできないっていう理由あの一通りじゃないと思うんですよ。うん、いろんんな理由があると思うんですよね中にはねそのできない理由っていうのがやっぱり今のこの世の中のいろんなあのシステム、うん、人間本来の人間が生きるべきシステムじゃないっていうそういう社会になってることが原因で、うんえー、苦しんでいる。 っていうう、あのー、のはあるでしょうね,しょうねそれはね大体、はいまあ、男と女出会ってからトラブル続き、はい、これ本当にあに、のー、基本的にそうですよねうんで、まああのー、過去の放送の中でも言ったんですけれども基本的に男性と女性っていうのはあのデコとボコっていうよりもデコボコとボコボコのじゃがいもの出会いだから、えー、必ずぶつかるようになってるっていう話をねその放送、あのー、もしね お聞きになっておられなければ、えー、前回、前々回もう1つ前とかっていうような形で、えー、そういう話もさせていただいているので、まあ、よかったらあの聞いていただけるとこう理解できるんじゃないかなというふうに思いますね。あっちの世界のことを知らないから怖いんじゃないのかな。 まあ、言ったらそういうことですねそちらの方が、うん、あが正しいと思いますよ、うん、え本当の意味で、あそうかそうかあの、もっと別な深い意味ですよね、うん、だからあの死んだ後の世界があるっていうふうになってても、うん、そこがあの素晴らしい世界であるとか、うん、えどうであるとかっていうあのことが分かってなければ、やっぱりあの不安にもなるでしょうね。うん、なんか地獄に行くんですか、うん、とかっていう話ですよね。 ただ、あのー、確かにそれ言えてますね、まあ、僕の場合はそういう意味では、ある意味、ちょっとこうただ単純にあるよっていうことでの理解っていうふうには、えー、違うので、うんえー、ただ、その本当に未熟,の段未熟な段階で、えー、死んでいってしまうと、うんえー、逆に、えー、言ったら苦しんでしまう。うん それこそ俗に言う、ま、あの輪廻転生みたいな、うん、えことになってくるということですね。輪廻転生があるという今、話じゃないですよ。それから、何ですかね。あっちへ行く準備を終え,たから終えたらこの世にいる必要は特にないよね。うん、そういうことですね。すねあっちへ行く準備がね、終えた。はい、ただ、あのー、何て言うんですか。 えー、難しいところなんですけれどもね本当にあっちに行く準備っていうのは、えー、どういうところまで行けばその準備ができたかっていうことをおもうただ簡単に理論的な話になっちゃいますけどあの言うとですね、うんえー、まずあの自分がおぎゃーと生まれて、うん、そして成人した時には、うんまあ、お父さんお母さんと本当に心が一つになって、うん、でお父さん、うん お母さんの願う結婚をしたい、うん、願う人生を生きたいっていうぐらいの一体感っていうものを持って、うん、そういう、えー、自分と、うん、そしてまたそういうようなあの一体感、えー、親と一体感を持っているような、うんえー、異性と一緒になって、うん、そしてそこに子供を設けて、うん、さらに孫ができて、うん、っていうふうなところまで。 まあいったら親子っていうか家族3世代3世代がねその愛っていうものを基準に見て本当に一つになるこれもすごく抽象的な表現なんですけどもねそういうところまで行った場合っていうのが別なまた表現で言ったらその魂の感性あるいは霊人 霊体っていうか霊の体、うん、心、うん、それの完成っていうことで初めてあ,のあちらに行く準備ができたってあの言えるわけなんですよね。うん、ねなので、えー、はいまあ だからかただ新編整理をしてなんかもうあの世の準備してますみたいな老人の姿,、はい、人の姿とはもうだからあのそういう意味で言ったらね、うん、今までこう人類の歴史長かったですけれども、うん、そういうような本当の準備を整えてあの世に行けた人っていうのは皆無なんだって言ってもいい状況なんですよ。みんなな何かを残ししがら行ってそしてそ、えー、あの世で えー、再びあの世でというかあの世から再びこの地上の人間、まあ、またここまでいったらややこしくなってきますねまたなんかこう、ねはいまあ、そういうことでですね、うん、そういうことです、うん、はいまあその結局その目的地はそこだあの本来の姿はそこだっていうのがまあ分かったとでもう一つは 今は何でこうなったかっていうところが分かってて初めてまあこれからどうしていくかっていうのがまあいけるとしててただやっぱりそこを知らなくてもそのどうにかその今をなんとかしたいっていう人たちがどういう視線でそこを取り組めばまあ大体そういう問題をこの凸凹ココをこうまあと取り除くっていうか丸くして いけるのかなっていう、まあ、そういうなんかこうこういうところを注意するとそこに向かいやすいよ的なアドバイスっていうのはありますかねまあこの辺はそれがねできるかどうかっていうことも問題になってくると思うんですけれどもね、うん、やはりもうじゃあもう簡単に単純に分かりやすくっていうことだったらね、うん、もうむっちゃくちゃこうアバウトなんですけどね。はい やっぱりあの全てにおいて、まあ、感謝していくっていう基本的な姿勢を忘れないっていうことと、うん、そしてあの自分のことと人のことっていうのがあれば、うん、もう自分のことを思うと同じぐらいに、うんえー、人のことを思うっていうその心の姿勢とそういう行動、うん、実践っていうものをしていくっていうことが まあ本当にあの単純なことでしょうね、分からなくてもっていうふうなことといえばね、うん、それからやはりあの中心は、この父母、うんね、父母を大切にし敬う,う、うん、兄弟うがいれば、兄弟姉妹がいれば、えー、自分をやっぱ思うように、同じように兄弟姉妹を思いっていうふうな、まあ、夫婦であればそうですしね、うん、家庭を思い。 そしてそういうこの家庭を思い父母を思い兄弟を思う気持ちと同じような気持ちで、えー、隣の人々あるいは社会、えー、あるいは国家そして世界,世界の人までそういう意識でその見つめることっていうことになってきますよね。うんそこまでいくともう、うん 一応その完成という域にまでまあ向かってい,いってるっていうような感じ、まあ、形的には形的にはっていうかね、うんうん、まあ最終的にもう本質の本質のえ革新的なここを通過はしないといけないっていうのはありますけど、うん、あのでも形的にはそういうことになりますよね、うん、ただそう言ってもなかなかそれって ななかなかそのさっきも言った本来のあるべき姿とかね、うんえー、あるいはその今のような現状がなぜなのかとかわ、うん、からないとそ,のそうするって難しいんじゃないかなと思うんですよね。多分できないいと思いますよやっぱりなぜかというとあのそれほどにやっぱり今の世の中っていうのは言うならば、清く生きようと思えば思うほど、うん、あるいはその正直に生きようと思えば思うほど。うんうん この割とその理不尽なこそうことですよね。そうで,すねでそうなってくるとあのその本来あるべき姿も分かんない人っていうのはどういうふうに走りやすいかって言ったら、うん、そしたらもう,あのもう一生に一度の人生だってなっちゃうわけですよね、うん、一生に一度の人生だ生涯人のために生きようはならないでしょう、うん、一生に一度の人生だもうあの自分がとにかく満足して喜ぶ人が 多少苦しんでも、うん、ってなる人の方がどうですかねまあ多分もう間違いなくと言っていくほどそうなると思いますね。可能性高いですよね。はい。炎のエディいい質問するね、はい。ありがとうございます。えー、炎のエディかゆいところに手届きまくりの炎の質問か。ね。本当に っていうことですけれどもやっぱりこの辺のところやっぱり皆さん聞きたかったってことなんですかね。これか文章で書けって言っても書けないんですよ今の話っていうのは。なるほどね。一瞬一瞬を問い見つめ自分を発見し驚くうんそうですね。そうですか。やっぱりそのまあ皆さんあのやっぱりどこ行っても感謝しなさいとかって言われるんですけど。 感謝してるるりにはできるんできんすよなん,かなんか言われた時に「ありがとうございます」っていう的なその感謝してるふりはまあ形だけなんでなんとかなるんですけどもただ理不尽がこう続く中で感謝してるふりもだんだんできなくなってくるもうなんか怒りが溜まってくるんですよねやっぱ理不尽がずっと続くと。そうするとやっぱりその理不尽に対して「感謝しろ」って って言われてもうん、うん、何を感謝するんだっていうのがやっぱりどうしてもそのやってる途中に出てくるんですようん、うん、気持ちとして。うんうん、でそういう難はなんか見方がやっぱり違うんですか感謝できる人とできない人っていうのは。ああそれなん,でなんでそんな違いがあるんだっていうことですかね あ,のあるように、はい、やっぱりその個性っていう問題も当然あるだろうしうその先天的にやはりその人間というのは血統っていうかね家系っていうのがあるんでね、はい そういうい中で本当に、あのーまあ、馬で例えればあのサラブレッドの,その血統書付きみたいな、えーうん、人もいれば、うんえー、全くそうじゃないっていうのも本当あるんですよね。うん、そして、まあ、血統的な因縁ということもあって、うん、その後天的にどういう家庭の育ち方をしたのかによって、うん、そのなんていうかねじ曲げられてくる子どもていうかそういう育ち方をしていくこともあるしね。 だからまあ一つとは絶対当然言えないですよね。とりあえずでもなんていうのかね本当に理不尽なことが多いね。そうですねでつい比べちゃいますからねあの人はなんであんなにいい,、うん、い,い人なのに自分はなんでこんなにうまくいかないんだ、うん、同じことしてるはずなのにとか、うん、それもあったりまあもちろんそういうのもあれば、うん、本当にあの心優しい。 心の心美しい人っていうのは意外とそのああそれは確かによく聞きますね、うん、そしてえどちらかというと何かこうエゴイズムというのか、うん、エゴイストというのか、うん、っていうふうな人が笑ってる場合が多い、うん、みたいなねあ<ー>、うん、そっちの理不尽さっていうのはやっぱりこう 感じますね、強くね。特にこの今の現実の社会を見てると、そういうのがあるから、真面目に生。生きるってなんだとかと思いますよね、うんうんうん。本当にね、なんかこう、な、うんですかね、なんか、睦まじく。うん、あの、生きていこうとしてる親子とか、家庭とか。っていうのも本当はあるんですよね。あるんだけれども、まあ、ちょっとしたことで。うん そ,のそういう環境が破壊されてしまったりとかね、うん、まあもちろんそれはあのいろんな因縁とかね、うん、あのそういったことがあったりする場合も当然ないとは言えないんだけれども、はい、本当に今のやっぱりこう社会のあり方から来てあるいはその人の犠牲になってる人っていうのもやっぱりいるんですしね。うんうん、人間ってほらあの霊界で幸せにに生きるために 今があるわけじゃないでしょう、はい、もちろんその死んだ後のことも大切だけれども、うん、人間というのはこの地上でさっき言ったように愛されて、うん、そして愛して、うん、喜び楽しみそのためにまああの生きてるっていうのも目的の中にあるわけだからね。ただその宗教とかでは、うん、今苦しいのを頑張ったら来世いい目見れますよみたいな教えとか、うん、まあそういう教育をしてるなんか。 苦しんだ後にいいことが待っているみたいなまあそういう教育とか多いじゃないですか。うんまあ、それに縛られてるっていうのもあるんですよね。そういうのもあったりするけども、まただそれが全く間違いっていうことじゃないんですよね。うん、あのやっぱりそのいろんな、えー、まあこう暗いイメージで言ったらあの因縁とかね、はい、あのそのなんだカルマとか、はい、そういったことによってあの苦しまざるを得ない。 人もいるんだけども、はい、だけどそれは決してあの不幸だと考えちゃいけないよっていうね、うん、あのそれをこの感受して、うん、そしていくことによって、えーまあ、自分の成長につながって来世っていうところにもつながっていくんだよっていうのはあ,のあるんですけどもね、うん、あるんだけれども来世中心主義っていうか、はい、来世がゴールっていうあの来世ゴールっていうのはゴールだからね、うん、あの来世だけが っていうあの教えであったたとしたらそれはダメですよねなんか終わりよければ全てよしみたいなのを、うん、そういうとこに持ってこられるんですけど、うん、でもそれはあのもし本当にそういうのがあるとしたら、うん、それはあの考え方を変えないといけないですね、うんうん。だから今生きてる地上の中でいかにその喜びを得て、うん、そしてそのことによってね あのまあ愛を得て、うん、あるいはその愛を実践してい、うん、くことでその魂まあ簡単に言ったらた魂ですね、うん、成長するわけですからね、はい、だからこの地上でそうやって喜びを得た生活をして、うん、そしてそこで味わったものっていうのを次の世界で、うん、同じように反映して、うん、さらにあのなんていうか拡大していく、うん、っていうことなんでね、うん、両方が 片方だだけになってもダメだしねやっぱりみんなが喜べる方に持っていくっていう、まあ、考え方をしてれば近づいていくっていう,ような感じになるんですか、うん、みんながっていうのはそのあの自分も含めてその周りの人たちもやっぱりその自分だけが喜べたらいいってわけじゃなくて、うん、そのみんなが喜べるようなこう社会に向かうような,なんか生き方をしていったら だんだんみんながそそその本来目指す姿にまあ変わっていくみたいな。そうですね。基本はだからあのー、自分のためっていうよりも、うん、お他のため。うん、だけれどもじゃあ、えー、自分は必要ないのかっていうことでもないんですよね。うん、全体のためでもあり、えー、自分個人のためでもあるという、うん、このそういうバランスの取れた中で。 えー、生きていくっていくとうことですた、ねうん、だから主体はどちらなのかって言ったら全体、うん、そして対象っていうのが自分になる、うん、けれどもその大切さとか重要さとか、うん、価値っていう意味で言ったらその主体も対象もそれは同じなんですよねだからやっぱりその上の,その多くの人をまとめようとする人ほどやっぱりよりこう全体が見えてないと。 上には立てないあそれはもう当然ですね、うん、それはまたちょっとまた別な観点ですけど、うん、上に立てば立つほど、より、あのー、苦労もあるでしょうしね、うんえー、気を配らないといけない範囲っていうのも広がってくるし、うんえー、責任っていうのも当然、えー、重くなってくるわけですよね。うん、ただ、人間的な価値で言えばね、うん、その社長であるから、うん、社員であるから。うん えー、社長の方が価値があるっていうことではないんですよね。うん、ただ人間としての生まれた価値っていうのはみんな等しくて、うん、っていうことになってきますね。時間がもう11時に入ってきても,、ねもですねはい。でもね全ての流れが出来事が希望でしかないんですもの。感謝感謝。 うん、まあ、そういうふうにね、あの、おができたら一番いいんですよ、ね。っていうことは、一番いいんですよね。で、その次にはね、やっぱり、あのー、自分の流れもそうですけども。うん、やっぱり、世の中を見たときに、うん、まだまだ、やはり、あのー、今回の。なんか、こう、ありましたよね。えっ、ー、と、イスラエルだったか、なんか、こう、違うわ、なんか、どっかの紛争の問題っていうかね。えー、多くの人がいまだに犠牲になったりとか、うん、まあ、最近だった、あの、広島の。 なんか水害ですか、はい、ああいった問題あるわけですよね。はい、もうその福島の問題っていうもう,こうあんまりね、うん、もう本当に何度も何度もそういうこと自体もちょっと問題なんですけどもね、うん、やっぱりこういろんな悲しみがありますよね。うん、だからそういうことを思う時にねやっぱりこうなんかこう自分の中に喜びが楽しいことあっても。うん なんか本当にあの両手を上げてっていうかね、うん、あのモロ手上げて喜べないところっていうのもどうしてもあるっていうのがやっぱりあの親の気持ちじゃんなんじゃないでしょうかね。これがね。バカ正直はバカ。悲しい現実ですね。バカ、ま確かによくバカ正直とか言われますよね。正直者は本当にバカなのかどうかっていう。 まあそういういうによく言われてますよね、うん、バカ正直だなって言ってね、うん、もっとうまくやったらいいのにとかってなりますけどね。でも意外と優しい人とか、結構正直な人とか多いですよね。っていうよりもやっぱりバカ正直ですよね。ねただ、これからはあの本当に、ねまあ、この悲しい現実ですねって言われてるようにね、うんうん、今は本当に悲しい現実ですけど、うん、これから、あのー、バカ正直は。 えー、バカ正直だねバカ正直は賢い <laughs> とっ,てになってくいてるんですよ、ね、<の>正直もがやっぱ最後には笑うみたいな感じに出来上がっちゃうんですかね来世はてな来世あの世のことあの,世のあの世ってことですかそうですね来世っていう表現っていうのはおかしいですけども、うん、あの人間が肉体を、まあ、あの脱いだあと、うん、行く世界のことをまあ言ってる 言葉ですけどね、うん、来世っていう言葉自体もなんかちょっと本当はあれかもしれないですけどねうあの世まあ俗に表現もあれですよね、はい、もうで,ねまあでもあの世ですねあの世ですか、はい、上に立ちたくない偉くなりたくないまあでもそれはね頑張ってやっぱり上に立っ,っていうのは要するにね あの親になるということは上に立つということなんですよね、頑張ってやっぱりあの親に立ちたいってね、うん、あのいずれなる,なると思いますよ、で、偉くなるっていう意味ってよりも、その愛っていう意味でね、うん、あの偉くなるってなりたくなると思いますよ、うん、人間ってやっぱりいつまでもね、あの愛されてるばかりじゃね、うん、幸せを感じなくなる、うん、それだけじゃ。うん、今度は愛したくなる、うんうん そのうち上に立ちたい、私は苦労したい、もっともっとこうみんなのためにやりたいみたいなこたなんですかね。ってなってくるね。はい、美味しいものがあっても、もうあの食べなくてもいい、うん、あなたにもケーキを。 あなたにもケーキをって、なんでケーキが出てくるんですか?。<laughs> なんですよ、で <laughs>、いや、今だとアイスクリームですね。<laughs> あなたにも、このアイスクリーム、そんな、なんか、こう、アイスクリームとかケーキとか、もう、なんかもう <laughs>、レベルが <laughs>、はい。でも、やっぱり、その、いろんな、ね、<laughs> 立場の人たち。いてあるから、うんうん、その、もう、自分が満足すると、もう、いいよとか。はいはい、やっぱり、親でも、なんかこう、この、うん、なんか、子供にあげよう。 そうそうそういう感じですよね。あの肝心な感じになるので,でね、はい、そのうちだん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 ね嫌、えー、でももうなんていうの止めても止めれないぐらいに、ね、そうになりますよね。と、うん、いうことであもうあの時間になってしまいましたけれども、はいはい、じゃあどうしたでしょうかねコマーシャルいったんじゃあ,あの最後のコマーシャルいきたいと思います。 Oh <laughs> えーということであのコマーシャルも終わりましたけれどもじゃあ最後にちょっと絵を見ながらねあのまとめてそしてできたらちょっと炎のギタリストさんにも登場してもらいたいと思うんですけれどもはいじゃあですねまずあのこれちょっと図が見えるかなあのこちらサイドではちょっと今見にくい小さい感じになってるんですけどえとこれは文字があれなのかなちょっとこうあれなん ね、あれなんだ、これ、粗い感じですよね、うん、これ、ちょっと編集したんだな、これね、あこれちょっと撮ってきたところが悪かったな、すいませんね、元画像はもっといいんですけどね、う,んうん、うわ、<お>隣から怒られるぞ、あごめんなさい、放送に入ってるわ、わ <laughs> か,らからないんで、ね、あの、布団かぶして、まあ、 じゃああのー、マイクあっちやったりこっちやったりしながら、はい、同時に話すことないから。ということで、ですねじゃああのー、やっぱり、まあ、すません今ねマイクをもう1本探しているところなんですけどね、えー、炎のギタリストの大ちゃんがいろいろ走ってくれたんですけども。も えーとそしたら、どの画像で分かりやすいかじゃあ、これマイク外しとった方がいいかな、うんうん、でも締めるじゃないですか締めですよ、もう大体うもうもうこれね、あの違うところから画像を引っ張ってきちゃってあの画像荒いんですねあ本当ですね,ね,ね、はい、すいません、あの元の画像もっといいんですけどね、すいません、はい、ちょっと今、いろいろね、本当にもう皆さんちょっとイライラしてるんじゃないですかね、こう何枚画像切り替えたら。 気が済むんんだなてて言ってねもう放送事故にも程がある。はいということでまずあのこのじゃあ図でねちょっと見て最後まとめに行きますか、はい。まとめてください、はい、ということでまあ、人間は何のために生きてるのかっていうことですけどねまあここにあの中心は愛なんだっていうことなんですがまあ、お父さんとお母さんっていうのがいるわけですけれども、えー、まあ人類のね一番最初の,の人間、おぎゃにもね おお父さんお母さんん母本当はいたんですけどもね、まあ、その辺のことはまたあのユニタイムズという放送の中で、えー、いろんな観点で話していきたいと思いますけどとりあえずまず一番下子供子供っていうのはお父さんお母さんから、えー、等しくその愛を降り注がれながらまずは愛されるために、えー、生まれてくるっていうことですね、はい、そして、えー、子供っていう段階だったのが お父さん、お母さんから愛されながら育って1歳、2歳、3歳、4歳そして小学校、中学校と行く中で成人式を迎える時には「ですね息子よ!」ってねお前の理想の男性の姿は一体誰だって言ってあの鏡に向かって言ったら「ですねイライラないよ、すいませんありがとうございます」って言ったらあのもし男の子だったらね 僕はね、お父さんみたいな、えー、大人になりたいっていうのがね、まずお父さん合格。お父さんが合格ね。はい、それからあのお母さんから質問あじゃなくて、あ、そうか、お母さんから質問されたら、僕はお母さんみたいな人と一緒になりたいです。とこれ、お母さんが合格。と同時に、えー、そのレベルで、その子供っていうのも合格。 まあこれが割と合格試験の一番あの早いあの基準の点数の付け方かなと思うんですよ。わかりますかねで、えー、男の子だったらお母さんみたいな人と一緒になりたい。えー、男の子だった、あ、え、れ、ー、じゃなくて女の子だったらお父さんみたいな人と一緒になりたい。こういうふうに育てるのがあのお父さんお母さんの合格ラインでもあり、子供の一つの成長基準の合格なんですよね。でそういうい男性と、 そしてまた同じようにあのまた別な家庭の中で育ったあの異性、ね、も同じような感じでそのお父さんお母さんと合格ラインを迎えて一緒になってそして子供を持つでそうしたら今度は、えー、自分が愛されてきたようにその子供も同じように愛してで子供が大きくなった時に、ねえー、鏡よ鏡よ鏡さん みんなに会わせてくださいなって言ったらね、昔ね、あの、ロンパールームっていうのがあったんですけどね、うわー、前からお皿が飛んできた、はい、もうちょっと冗談言うな、やめて、あのね、あのー、息子よ、ね、あれは娘よって言って、どんなあの大人になりたいか。 言ったらさっき言ったような答えがやっぱり帰ってくるっていうような子供に自分も育てないといけないということですね、はいまあ、そういうふうにして、えー、最終的には孫まで行ったらですねあのおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん私ってなるわけですよねこの,あの3世代が共に暮らす世の中っていうのをあ、えー、そういう世の中っていうよりもそういう家庭の中で生活していくっていうことなんですね、はい、でそれを、まあ、もっと細かく言うと長くなるので まあそういったものを基本にして、えー、自分と社会に出て交わる目上の人っていうのは、えー、自分がお父さんお母さんを愛すると同じような感じで接していかないといけないし敬わないと尊敬していかないといけないし、えー、それからまああの同年代とかねそういうふうな人に対しては自分が兄弟たちを思う気持ちと同じような気持ちで。 えー、その友人とか友達とか同僚とかを、えー、愛していかないといけない対していかないといけないということですね下に対しては同じそう,う、まあ、そういう全てが社会も家庭の延長なんですよね、はいうん、そういうものがどん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 国家的に世界的に広がっていったのが本来人間が住むべき社会世界国家世界あ逆はい えー、ということになるということなんですね。で全ての中心は愛であって。えー、まあもっと他い,いことを言ったら、まあ、心情という世界があるんですけど、まあ初めての方はちょっとわからないかもわかんないですけどね。何のことか。ということで、えー、そしてその段階まで行った時に大体100歳ぐらいになってるんで、もうあの世に行っていいよっていうことでね、あの悲しみのお葬式っていうんじゃなくて、喜びのお葬式。 とということでまたあの世でおじいちゃんおばあちゃんお会いしましょうって言ってあのおじいちゃんおばあちゃん生前好きだった歌でも歌いながらねえどんちゃん騒ぎしながらえツヤを送ってお葬式をするっていうのが本来のえ世界なんですよねはいということでおっちゃんロンパールーム知ってる人ってほとんどいないと思いますよってあんた知ってるんだねって <laughs> え知っている私の 私 <laughs> もバレちゃいますねと <laughs> <laughs> いうことではいということでね内海緑だったかなっていう人は「ロンパールーム」っていう番組やってたんですけどはいということでだいあの今回のもうあの男と女の負のスパイラルからの脱却っていうのは、えー、いいでしょうかねいやま何か <laughs> やっぱりちょっと違うねよしちょっと映像いきましょうか はい、えー、こんばんは。原大輔です。あ、違いますよ。炎のギタリスト、原大輔 <laughs> <laughs> はい。ええー、まあ今日はあの京都からね、あの来てくれてお疲れ様でございました。はい、お疲れ様です。あ、京都から帰ってきたし、京都から来てくれたし、今日は京都尽くしですね。そうです、ね。 そうかだからちょっとね、ついね、い反応してしまいましたね。そそうかそうかか、うん、はいということで、まだまだ続く、確かにね、あのあ続くなと思いましたよ。続くなと、そうですねなんでかって言ったらね、それはまあ確かに人生の目的とか言ったけども、えー、もうちょっと締めくくりとしてそ、その今の負のスパイラルの脱却っていうことの、ちょっとこのなんかポイント的なことの、まあ、結論であってもいいから。 それをこう行かないとあの終われないなっていう感じですね。そういう意味じゃなくて、あそういう意味ですそういう意味です。あの具体的な対策がまだ聞き聞かなければいけないこと。うん、うん、そうですね。たくさんある。あの、はい、例えば具体的な例を挙げて、うん、それに対して、うん、おっちゃんクリニック的なことを何回かにわたってやってくれたら。 いいかなと。そうですね。まあ結構ね難しいことになるかもわからないですけれどもね。ただ、うん、あの基本的なポイントってことになるかもわかりませんね。はい、っていうのはやっぱりあの人間っていうもの、特にこの男と女っていうんですかね。そのやっぱり原理原則っていうのはあるけれども、やっぱりあのと見えない世界っていう影響とかっていうのもあったりとかするし、本当難しいですよね。あの理解するっていう。 ことっていうのはね。まあ頑張りましょうでもね。頑張りましょう。脱却するために。もう炎の A.D. さんになったんですか。もう今日今日から今日から炎の A.D. さんの。そうもうみんな拍手喝采で。白紙で。あの炎の A.D. はい。炎の炎の流行ってるんですか。まなんか炎がね火をつけられたみたいでどっかかどっかからこの辺から炎が炎炎炎炎ってこう来て。本当ですか。火と火が足して炎になる。はいはいはい。 で炎の先なんかトリオとか出てなかったですか炎のトリオ出あ出てますねでその前に個人、はい、カップル、えー、家庭国家世界宇宙ってかってなそんな感じですけどもねあれですよ、うん、明日も僕京都でダンスの後ろでギター弾くんですけど明日土曜日あさっても弾くんですけど素晴らしいですよおお<ー>。 これは見る価値ありですねなるほどなるほど京都にお住まいの方いたらぜひ。そうか京都芸術センター,ー, <laughs> ーなんか行ける人はいいなってついつい思っちゃいますけども、はいはい、<laughs> 炎の鳥は何あれ何の香り違うあれはもう読みました<あ>今日の香りねはい、はい、え炎、ー、スパイラル脱却って書いてあるかなはい実践編までやってちょーってやってちょー ね、はいそうですね実践編っていうかね、うん、本当にまあ早くここに行かないとね <laughs> はい、うん、お茶も見に来てくださいよ行きたいね行きたいダンス明日とか行きたいどうやって行ったらいいのかなわかんないですよねどうしていきましょうかねえ日曜日もやってるんですか日曜日もやってますお、まあ明日はねいろいろこう急遽いろんなスケジュールを突然とかってわかんないまあわかんないけど <laughs> 行けたら行きたいね。ぜひです。でもあの僕はいいけれどっていうのはあるけど、まあこんな話は後でまたあの。じゃあ閉めてください。ええ、もう閉めていいですかね。じゃあ A.D. さんなんか今閉めてください。はいはいはい今日はありがとうございました。はいえそれでははいえっとほの炎の A.D. 祝いでした。 <炎>のそして, <laughs> そして炎のギタリスト原大輔ちょっとだけすみませんでしたそしてで最後に、えー、炎の地球大掃除委員会代表の、えー、おっちゃんでございましたはい今日も滑りまくっておりました、はい、ではまた来週お会いしましょう、はい、じゃあ次週はいよいよあの脱却編ということで、はいはい、じゃあ皆さんぜひお楽しみにしておいてください 本当にどうも皆さんもありがとうございましたどうもありがとうございました、はい、まじゃあおやすみなさい